皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の社会大陸に学んだ国づくりの6時間目の動画になります。今日の授業で必要なものは教科書とワークシートの小6社会教育出版6藤原道長と貴族の暮らしです。用意はできましたか？それでは授業を始めます。ここでは藤原道長と貴族の暮らしについて学習していきます。これまでの授業で日本は遣唐使などによって大陸から政治や文化を学び国づくりに生かしたこと、中国を通じて世界の文化とつながっていたことが分かりましたね。ではその当時の都の貴族はどのような暮らしをしていたのでしょうか。教科書の100ページの資料A を見てください。この資料は平安時代の都の屋敷の想像図です。ワークシートの1を見てください。それでは皆さんに質問します。この屋敷には誰が住んでいると思いますか？ワークシートの1に記入しましょう。記入し終わったらクリックしてください。それでは確認しましょう。皆さんはどのようなことを考えましたか？例えば天皇か天皇と一緒に政治を行っている貴族が暮らしている、門で門番が守っているから警備が必要な人だと思うなどと考えた人がいたのではないでしょうか。当時の有力な貴族の屋敷は一辺が100メートル以上もあったそうです。動画を止めてワークシートの1をまとめたらクリックしてください。教科書100ページを開きましょう。次に貴族はどのような暮らしをしていたのか考えていきましょう。教科書を参考にして貴族の屋敷と貴族の暮らしの2つの点について調べましょう。ワークシートの2を見てください。ここでは貴族の屋敷と貴族の暮らしの2つの点について教科書100ページを読んだり資料A を参考にしたりしながら分かったことをワークシートに記入しましょう。記入し終わったらクリックしてください。それでは確認しましょう。動画を止めてワークシートの2をまとめたらクリックしてください。教科書100ページから101ページを開きましょう。次に藤原氏が行った政治について調べ、貴族の時代の社会の様子についてまとめましょう。ワークシートの3を見てください。教科書の本文や資料などを参考にして、括弧の語句を埋めながらワークシートの3をまとめましょう。記入し終わったらクリックしてください。それでは確認しましょう。動画を止めてワークシートの3をまとめたらクリックしてください。教科書101ページの資料う、え、おを見てください。
最後に、今に受け継がれる貴族の文化にはどのようなものがあるかについて考えます。ワークシートの4を見てください。101ページの資料を見て気づいたことをワークシートの4に記入しましょう。今と同じところが何かないか、資料う、え、おを参考にしながら探してみましょう。記入し終わったらクリックしてください。それでは確認しましょう。動画を止めてワークシートの4をまとめたらクリックしてください。ワークシートの5を見てください。それでは今日のまとめをします。括弧の5句を埋めながらワークシートの5にまとめをしましょう。動画を止めてまとめたらクリックをして確かめましょう。ワークシートの6を見てください。最後に振り返りをします。この授業を通して気づいたことや分かったこと、自分の考えはどのように変わったのかなどについて、ワークシートの6に今日の学習の振り返りを記入しましょう。これで今日の授業を終わりにします。次回は日本独自の文化が生まれるについて学習します。次の授業までにワークシート7を印刷しておきましょう。それでは次の授業まで、さようなら。